はい、お疲れ様です。今回の動画はですね、この図のように施工計画図をですね、HOCAD パオで作ってみたいなと思います。作業のですね、手順は至って簡単なんですけれども、まずはこちらの横断図ですね。100分の1の縮尺の横断図とですね、それから工事用道路の標準断面図ですね。こちら、50分の1の縮尺の図面とですね。あともう一つ、こちらのバックホー、コンマ7リューベですね。こちらの図面、30分の1の、縮尺になっております。この3つの図面をですね、複写して重ねていくという手順になります。で、今回使うことバックホーのですね、CAD データなんですけども、こちらですね、カタログを見ながら作図してみましたので、ちょっとですね、おかしな部分があるかと思うんですけども、寸法はですね、このキャッターの幅とかですね、アームブームの長さなどはですね、合ってるということでですね、ご理解いただけたらなと思います。ということで、早速ですね、重ねていきたいなと思います。まずこちら、ファイルタブのですね、横断図を開きます。仮設道路のですね、位置と高さがもし決まっていればですね、あらかじめ線をですね、このようにですね、あらかじめ線を引いておきます。で、ここにですね、工事用道路の断面図とですね、バックホーを貼り付けていく基準点ということで、このようにですね、線を書いていくんですけども、この準備が終わりましたらですね、ファイルタブのこの工事用道路の横断図をクリックして、これですね、この図面を複写して重ねていきたいと思います。こちらがですね、50分の1になっているんですけども、この余計なこの地盤線などは別レイヤーで作図してますので、こちらは今、表示だけしてるんですね。これを複写と。そして、右クリックの、右クリックで確定でいいですかね。あとこの文字は入らないように範囲をですね、確定しましたので、このまま複写したいと思います。原点マウス指示ですので、こちらの中心の線とですね、こちら、敷砂利の天場の線の交点を右クリックしてですね、このまま、マウスを追いかけて横断図が来ますので、このまま横断図のファイルタブをクリックしますと。そして持ってくるとですね、50分の1の縮尺に対して100分の1の横断図なので、この辺ちょっと大きいんですけども、こちら、オプションパネルにそのままマウスを持っていくと、このように、この左側の下ですね、50分の1から100分の1というこのボタンがありますので、こちらをですね、クリックします。そうすると100分の1ということで、今複写しようとしている図形が、今の図形に合うということですね。はい。ということで、このまま貼り付けるんですけども、レイヤーをですね、変えて、貼り付けますか。そしてこの、先ほど準備しておいたこちらの、交点に右クリックということで、このようにですね、工事用道路の横断図が貼り付くということですね。続いてバックホーなんですけども、まあ、同じ手順でですね、貼り付けたいと思います。こちら30分の1ですので、工事用道路の横断図が今追いかけてきてるんですけども、一回どこかクリックして、もう一回複写をクリックします。また、左上ですね、左上を右クリックと。そして、右下を確定でいいですね。右クリックと。で、こちらも、工事用道路のこちら線ですね。バックホーの下場と中心線の交点を右クリックしますと。で、このままですね。このままマウスを追いかけてきますので、横断図のファイルタブをですね、クリックしますと。そうするとですね、また巨大なバックホーがですね、このように表示されてしまいますので、またオプションパネルのこちらですね、30分の1から100分の1のこちらのボタンをクリックということですね。そうすると、バックホーの図形が100分の1に変わります。これまた、レイヤーをですね、また分けて貼り付けますか。で、工事用道路のセンターと敷砂利のこの交点を右クリックということですね。そうするとこのように図形が、重なって出来上がるということですね。で、最後に寸法線やこの文字ですね。ちょっと、調整して、仕上げたいなと思うんですけども、まずはこちら寸法線ですね。こちら寸法線を下にずらしますか。これ4メーターを、
まあ、こうですね。で、あと、敷き砂利の幅3メーター、こうですかね。あとは、この1割のこの乗り勾配の、もうちょっと小さくしてみましょう。F の4で、一括の、まあ、右クリック、右クリックで、こんな感じで、はい。どうでしょうか。はい。ということで、施工計画横断図ですね。完成ということになります。はい。ちょっと簡単にですね、作業の流れをまとめてみたいと思うんですけども、今回の動画はですね、このように施工計画横断図ということで、こうバックホーンがですね、作業しているような図面を作図してみました。作業の流れ的には、ベースとなる100分の1の横断図に、こちらの工事用道路の標準断面図、50分の1を重ねて、もう1枚ですね、こちらのバックホーンの図形も横断図に重ねると。で、その際ですね、縮尺を合わせるために、オプションパネルの左下にあるボタンですね。50分の1から100分の1、30分の1から100分の1というボタンをクリックすると、横断図の縮尺に複写しようとしている図形が変更になってですね、ピタッと合うということですね。で、それをそれぞれ貼り付けて、最後ですね、文字や寸法をですね、いい感じに調整して、完成ということになっております。こちらの、バックホの図面ですね。重機メーカーさんのホームページなどからですね、きちっとしたものをですね、ダウンロードすると、もっといい図形に、なると思います。今回ちょっと私ですね、なんとなくこう書いてみましたので、ちょっとですね、おかしなところがあるとは思うんですけども、重機メーカーさんのですね、ホームページからダウンロードしていただけたらなと思います。こちらの図形ですね、今回私のブログの方からダウンロードできるようにしておきました。このバックホーとですね、あとこちらの、横断図関係ですね。このまま、JWC の、ファイル形式で、ダウンロードできますので、もしよかったらですね、使っていただけたらなと思います。はい。ということで、今回のですね、動画は以上となります。私のチャンネルはですね、このように土木の現場のこと、それから、エチオキャドのことですね、などをですね、発信させていただいております。もしよろしければですね、チャンネル登録していただけたらなと思います。この他にもですね、先ほどお話ししましたけど、同じ内容でブログの方もやっております。今回こちらの図形もですね、ダウンロードできますので、もしよろしければ覗いてみていただけたらなと思います。はい。ということで、動画をですね、最後まで見ていただき、本当にありがとうございました。